岡市にある外国人観光客に人気のスポット水筒福岡では、旅の思い出作りに和文化を体験することができます。福岡市中央区の今泉に月に100人ほどの外国人が訪れるというスポットがあります。それがこちら、水筒福岡です。古民家を思わせる外観などから多くの外国人観光客に好評のインバウンドスポットです。単なる観光案内所とは違い、ユニークな取り組みも行われているそうですが、どんな内容なのでしょうか。ここはですね、訪日の外国人の方と地元ローカルがつながる場所ということで、お食事をしたり体験をしたりということで、自然といつの間にかこう人と人がつながっていくような、そんな場を作れたらと思って、オープンしました。こちらのコンセプトは、和文化体験などを通じ外国人観光客と日本人とが交流すること。体験は着物の着付けや博多人形の絵付け、寿司作りといった内容のものが8コースあるそうです。いらっしゃい。 I hope you're taking this. This is beautiful. Beautifully made. After we finish the course, I feel like we know how to appreciate the sushi. After, before, I just eat it and I don't know the way to do itAnd now I know how to eat properly and how the way it's done. Yeah, so I appreciate more sushi now. 福岡自体が年々外国人の方が増えてきているっていうこともありますし、福岡せっかく来て太宰府行って柳川行って終わりではなくてですね、福岡の人と長い時間を共にして交流を図っていただきたいという思いからですね、こういう場所を作っています。